僕が？大丈夫なのかな？大丈夫だってば。危険な材料は少ししか使ってないし。少し使ってるんだ。お前も男なら腹をくくれ。そうよ、幽霊もそんなに悪くないわよ。それはどういう意味？静かにしてもらえないか。いいじゃない、せっかくの放課後なんだし。ラクシス君も一緒にお話ししましょうよ。結構くだらない話に付き合っている暇はないので。でもこうやって話してるのも楽しいよ。あ、どこ行くの？図書室に。騒がしくて集中できそうもないの。まあ男の勘というやつだな。全然意味わかんない。だが確かにこのままではつまらんな。ウェイン、なんとかしてこい。だからなんで僕が？それが一番面白そうだからだ。先輩命令だからな。拒否は認めん。責任重大ね。でもヒロの薬を飲まずに済んでちょっと助かったかも。どこからでもかかってくるがいい。交代できるよ。
あ、いた。もう一回。何度やっても無駄じゃ。懲りぬ男よな。なぜ無駄だと。私の能力が足りないとでも。まだわからぬか。マナの意思に反して契約を結ぶなど不可能じゃと。ではなぜ私との契約を拒む。わらわは面食いでの。お主のような優男は。そんな理由で。あ、いつからそこに。あの、ごめん。ずいぶん嫌われておるの。お主、あやつの仲間かい？はい。君は？わらわは光を司る花じゃ。そうか、ロクシスはマナを持ってないから。らしいの。おかげでこうして付きまとわれておる。どうして契約してあげないんですか？からかうと面白いからじゃ。そんな、誰かと同じような理由で。美少年が苦悶と愛玩の目で見つめてくるのじゃぞ。これ以上の愉悦はあるまい。よくわかりませんけど、なんとか契約してあげてくれませんか。何故お主が気にかける。これが仲良くなるきっかけになれば。よくよく見ればお主も面白そうな男よの。よかろう。ただし条件が。本当ですか。お主も錬金術師の卵じゃろ。プロージョンを持ってくれば考えてやらぬでもない。プロージョンですか。わかりました。なんとかやってみます。
ロクシス。ここで何をしている？あっと、その…その手に持っているのは？マナに頼まれて。それを持ってくれば、私と契約を交わすと約束したそうだな。聞いたんだ。だったら…どういうつもりだ？え？同情か？哀れみか？それとも私を見下して楽しんでいるのか？そんな、僕はただ…才能を持ち合わせた奴は違うな。そういう態度、どれだけ私の…お前にだけは施しは受けない。マナくらい、自分の手で契約してみせる。おや、なんじゃ、泣きそうな顔をしよって。お主はてっきり M かと思うとったの。何ですか、 M って。こうなるって分かってたんですか。予想通りの展開になったの。根の保養になった。礼を言うぞ。作ってきたんですけど、ロクシスと契約って約束は。そんな約束したかの。考えておいてやるとは言ったが。そんな。そもそもマナと人との契約に他者が首を突っ込むのが間違いなのじゃ。結局ロクシスを怒らせただけってことか。参ったな。じゃーん、完成したよ。たくさん取れたよ。見ろ、上々の出来だろ。頼まれていたものはできてるぞ。調合済ませておきました。どうぞこれを。カバンが置きっぱなしですよ。誰のですか？ごめんなさい、私なら。きちんと片付けてください。あ、また食べかすが。それは今掃除しようと思ってたの。あれ、ここにあった実験器具は？ああ、実験で使ってるんだ。終わるまで借りておきたいんだけど。きちんと元に戻してくださいね。これは有意識事態だ。なんでそんなところに隠れてるんですか？貴様は悔しくないのか？
我らのアトリエが後輩に支配されているのだぞ。先輩が連れてきたんでしょ。それに真面目でいい子だと思いますよ。己寝返りよって何か手を打たれば。うん、そうですね。で
前からあれでしたし。仲間が飛び出したのに何をのんびりしてるんだ。うわ、わかりやす。まあどっちみちほっとくわけにもいかないし。さあ追うぞ。遅れるなよ。失っちゃったね。まさかあんな暴走する子だったとは。冷静に考えてみると早めに見つけないと危険かもしれないな。手分けして探すか。相手は興奮している。決して一人で近づくなよ。ここは歩かない方がいい。危ないからな。ロクシス、危ないって何が？罠の仕掛け。興奮した相手を捕らえるにはこれが一番だ。アンナちゃんの捕獲用に？トラバサルに火薬を仕込んで捕まえると同時に戦闘力も奪える優れもの。ほう、そんな便利な罠。ダメだって。そんなのすぐ外した方が。外すのは構わんが、ちゃんと責任を取ってくれるんだ。責任？アンナを捕獲して説得することだ。
そこまで君がやってくれるんだな。そこまで？では、罠は外しておこう。あとは任せたからな。罠の作り方を聞いておかんとな。先輩、目的がずれてますよ。あの、アンナ、何か誤解してるみたいだけど、その…来ないでください。捕まって恥ずかしめを受けるなら、舌を噛み切って。ウェイン、収めてるぞ。負けるな。そんなこと言われても。頑張って。骨は拾ってあげるから。それは違うような。まあ、行ってみます。落ち着いて、アンナ。ほら、武器も持ってないし。猫がいます。え、ああ、そうか。サルバもここで待ってて。これで話を聞いてくれるかな。そんなに警戒しないで。僕たち、アンナを嫌ったり、ましてや撃とうなんて思ってないよ。ただ、今まで自由にやってたから、ちょっと不満が出たっていうか。だからね、もうこんなことやめて。言い分はわかりました。ただ、それが真実かどうか確かめる必要があります。確かめるって？そこはもう、私の間合いです。ビン君！剣が首筋に。見事な寸止めだ。避けようともせず。なるほど、嘘はついていないようですね。避けなかったというか、避けれなかったというか。ということは、すべて私の勘違い？いやー！ごめんなさい！ごめんなさい！ごめんなさい！私でも思い込みが激しくて、つい。分かってもらえたなら、とりあえず刀を引いてもらえるかな。先輩を思いっきり叩き切ったような。
字通り命がけだよ。うわっ、首少し切れてる。扱い方を間違わなければかなり面白くなりそう。じゃーん、完成したよ。たくさん取れたよ。これ作っておいたわよ。幸せそうならそれでいいんじゃん。見たらわかるから、とにかく来て、早く。わ、わかったから引っ張らないで。
モンスターは夜な夜な一人で本をきちんと整理してくれてたんだ。これまではカメラが管理してたからバラバラのぐちゃぐちゃだったのに。それだけじゃない。図書室をきれいに掃除してくれたのもこのモンスターさんよ。騒いでた人たちを叱って追い出してくれた。カメラは一緒に騒いでたのに。闇に包まれるであろう。おい、しっかりしろ。あなたたち、なんてひどいこと。ありました。パメラ、とて覚えてなさいよ。たくさん取れたよ。はい、材料取ってきたわよ。見ろ、上々の出来だろ。頼まれていたもの、できてるぞ。ちょうど済ませておきました。どうぞこれを。ダメだわ。真面目に研究してるとすぐ飽きる。
私は楽しいけど、でもちょっと息苦しいかな。これがあるべき姿だろう。今までがだらけすぎだったんだ。ロクシス先輩の言う通りですよ。あれそうだけどさ、グンちゃんもすっかり来なくなっちゃったし、そもそもここまでして錬金術師になりたいかっていうと、そういえば聞いたことなかったね。なんでみんながこの学校に来たのか。愚問だな。私は物心ついた時からこの学園に入るを決めていた。私は文武両道を目指して。うちはスカウトされたからなんとなくかな。昔のことだから忘れちゃった。レイン君は？僕は父さんが錬金術師だったかもしれないな。なんでそんな曖昧なの？よく覚えてないんだ。昔の記憶がなくて、気がついたらどこかのアトリエにいて、ぼんやりと研究をしている父さんの姿を。そうなの？それじゃあお父さんの名前も。さっぱり。テオフラトゥース・アウレオルスだ。テオフラトゥース、それが父さんの名前？え？テオフラトゥースって、あの有名な？みんな知ってるの？知ってるも何も、ここ数年で最も偉大な錬金術師じゃない。学生時代を含めわずか10年足らずで多大な発見と学説を残された方です。晩年は研究に悩んで創生したと聞いていますが。すごい、ベイン君、テオフラトゥースさんの子供だったんだ。道理で何でも器用にこなすわけよね。そうなのかな、自分ではよくわからないんだけど。テオフラトゥースか、懐かしいわね。会ったことあるの？ええ、学生の時によく遊んだわ。テオフラトゥースさんもここの生徒だったんだ。当たり前だよね。ここを卒業しないと錬金術師にはなれないんだし。学生時代のテオフラトゥース、興味がありますね。あ、じゃあさ、先生たちに聞きに行ってみない？面白そう。ベイン君もお父さんのこと知りたいでしょ？ね、行こう。父さんのこと知ってたの？俺の飼い主だった男だからな。そうなの？そんなこと今まで一度も聞かれなかったからな。そんな意地悪な。ボケっとしてると置いていかれるぞ。
うん。